ってありえるの？でもって言ったらよ、聞こえたから分かったわよ。でも、なんなの、ミミ。でも、お友達と一緒なら何でも好きになれるわよね。お友達と何か一緒にすること、それが楽しくなる理由。そうよ、ミミはとっても素敵なことに気がついたんだわ。 And that's why the best thing to do in the world is一緒にできるね。